ジッペンヘイムをお聞きの皆さん、こんばんは。ジェネシスガールのメイト、ナナと、ハンジと、ユウヒです。皆さん、ありがとうございます。先週の放送でですね、全員でお送りするっていうふうにお伝えしたんですけども、シナは、シナは、いい子でした。いなくなってしまったのにいい子でした。ちょっと、残念な呼吸で、今日はちょっとね、4人で、シナのこともね、心に入れてね、はい、お送りしていきたいと思いますので、皆さんもしなちゃんのことを考えながら今日は最終回聞いていただけたらなと思います。リアクションドブッダの皆さん、今週もお務めご苦労様でした。そして今まで番組の振りありがとうございました。ここからの時間はジップ FM ジェネシスクエスト、最後までどうぞよろしくお願いします。ということでジェネクエ本気屋で最終回です。イエンイエンこれ台本に書いてある。あ、そうですね、はい、ちょっと伸ばし棒ちょっと人ですよね、最終回ビエンビエンビエンってビエンって言っとけば女子は喜ぶと思ってますよね。デフトはうんって違いますよ、ビエンって言わないですよ、もう女子はビエンです。ビエン。ではここで番組に届いているメッセージをご紹介します。はい、ということで皆さん本当にね、ここまで何年1年半1年半という長い間、皆さん本当にたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ではここで1曲お届けします。ジェネシスガールでラブレス。ジェネシスガールのメイト、ナナとハンジとユウヒがナビゲートしています。ジッペンフェムジェネシスクエスト、まず最初はこのコーナー、未来予想で。このコーナーは異世界に住むことによって得られる未来を読み解く力を発揮していきます。毎回あるものをピックアップし、それが将来どのようになるのか、未来予想図ならぬ未来予想図を発表していきます。では最後に予想するものはこちら、未来のジェネガ。1年後、3年後、5年後、10年後、ジェネガはどんな姿を、どんな活動をしているのか、未来を読み解く力を使って披露していきたいと思います。では目の前にミニホワイトボードがあるので、絵もしくは文字で書いていきます。未来を読み解く力は1分しか持ちませんので、1分以内に解きたいと思います。それではいきます。うわ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 パワー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 。じゃあまず、やっぱ猫序列で私から行くね。はい、はい、それではいきます。せーの、ドンテン。何してるんだこれ。もう私たちはここまで行きます。どういうゴリゴリもうロボ化して身体改造もして、もう私たちはサイボーグ、人としてのもうレベルを超えている。すげえな。これ日曜朝やりますんで。あら、暖房しないかもしれないかもしれません。はい、ぜひぜひ。続いて、はい、自分ですね。ゆしちゃん。はい、わかりやすい。おお、ダーブツアーや。ダーブツアーすごい。やっぱここまで行くので。そうね、はい、何年後やったそれ。ちょっとそこまではちょっと眩しすぎて。あ、会場が。そうか、そうか、そうだ、それまで知っちゃうとやっぱね。そうなんですよ。そうだよ、天然の海が綺麗すぎて。なるほど、見てきちゃった。早いよ、見取りちゃった。早いよ、早いよ、見てきちゃう。涙出そうです。早い早い早い。ダメです、それ当日まで撮っちゃってもいい。それちょっと見えなかった。素晴らしい未来だね。じゃあね、ちょっと見て。続いて私。はい、宇宙戦艦からライブ。あー、これマイクラスだ。違いますよ、マイクラスだ。あ、違います、違います、私は違うから。これやっちゃった、これパクっちゃった、これ。はい、未来ですわね。パクっちゃった、未来です。では宇宙戦艦から、あのちっちゃなね、機体に乗って、あの空を飛びながらライブをするんです。で、地面にファンの方がいて、見上げながらこうやって。そう、ファンの方に地面。外、お外、お外。そう、外、外。いや、あ、お外やの、そう、立ってんの。で、だから私たちは自在に動けるので、近くにも行けるんですよ。宇宙戦艦からじゃなくて、宇宙戦艦とかじゃなくて、宇宙戦艦からの。ちょっと行き過ぎちゃってる。宇宙じゃなくて、なんかドローン地面まで行くんでしょ。ドローンぐらいで行く。いや、基本私たち宇宙で行く。宇宙で暮らしてんだ。そうそうそう。地上のみんなに会いに行くって感じ。あ、そっか、そっか。すごい。地上のみんなに会いに行く形なんだ。そう、そっか。じゃあ東京よりも遠いところに行くんだ。
そうです。そうです。じゃあ最後アンジお願いします。せーの、ドン。はい。はい。もう分かった。もう太陽の塔の前でライブがしたいんだよね。そう。これは人々。アフロン。太陽が大きいですから、その周りを埋め尽くすかのようにもう。素晴らしい、すごい、人々がたくさんって太陽の塔に負けないくらいの大きさになった私たち、有名さになった私たちってことは、私のこのロボットになったアンジ、やっとアンジとしてるね。あー、なるほどね。え、最高。これで、じゃあ私のこのロボジェネが、こちらさんのロボジェネがで、あの太陽の塔に乾杯じゃないですか。あ、え、最高です。そこロケットでお願いします。ロボットになって宇宙戦艦、ロボットになって宇宙戦艦乗って宇宙行って、そして太陽の塔狙いでドームで、初心太陽の塔ドームですけど、とりあえずクリスチャンのやつが、ね、正解になったらしい。そうですね。いや、なるそうだね、そうだよ、そうだよね。全部なる。あとあのまたじっくりしてる感じしますよ。やるのは前提なの。前提前提。これ以上は喋んない。やらせてください。お願いします。ということで最後はジェネガの未来を読み解きました。この中に正解者はいるのか、皆さんついてきてくださいね。ではここで一曲お届けします。ジェネシスガールでフィーバー。